ちは。こんにちは。はい、あやや。はい。今日は誰に取材に来たか知ってる？知ってますよ。もうちょっと会いたかったでしょ。会いたかったです。もう楽天時代の、まあ、ここは西武ですけど、はい、西武の若字資料というところをお借りして、これから撮影する松井和夫、はい、二軍監督の。ねえ。だから呼んだんだからね。あ、そうなんですね。だって、里崎のあれでしょ、パートナーでしょ。いや、そうなんです。私、里崎チャンネルのレギュラーなのに、で、結構お邪魔して。いやいや、まあ、それはいいんだけどさ、はい、松井和夫が来て、え、誰みたいな顔されたらどうするの？いや、そう、結構仙台の時に3回ぐらい共演してるんですよ、うん、なので、いや、私的には覚えててくれてると思うんですけど。覚えてなかったらチンやな。いや、相当ショックですよ。あの、覚えてなかったら帰っていいんだよ。え、やめてください。今日で覚えてもらいますから。わかりました。そしたら、お疲れです。お疲れ様です。疲れる。すいません、遠いところ。とんでもない、とんでもない。なんか会えると思ったら、はい、ワクワクしてて。いやいやいや、もう覚えてるの、はい、ちゃんと。え、今こっちなんですか。今、そう、東京で仕事してるんです。あ、そうなんですか、はい、今、YouTuber だから今、豊さん俺らの仲間だから。あ、そうなんですか。そうそうそう、一応、普通の仕事もしつつ、YouTube 活動も今、ちょっと不良になっちゃったからさ。そう、違いますよ。構成しようと思ってそんなこと。二軍監督どう。いや、本当楽しくやらせてもらってます。本当か。本当です。でも、なんか改めて見ると、いい体してるよな。結構今、トレーニングもしてる。やってんの。ちょっとあやがちょっとここら辺触りたいって言うんだよ。いや、ムキムキだから凝縮しすぎてないですよ、本当に。どう鍛えてんの。あ、鍛えます。全然鍛えてます。すごいね。え、現役時代としてあんまり変わらないんですか。現役よりはトレーニングしなかなかんです。あ、そうなの。でもやっぱ走ったりができてないんで、話のやっぱ筋力とか落ちますけどね。いや、もう落ちてもいいでしょ、別に。まあ、スクワットもしたりします。何のためにしてるの。投げるじゃないですか。あ、投げるから、うん、投げますし、やっぱ二軍監督でも手伝いしなきゃいかんということだよね。練習のね、はい。まあ、例えば、まあ、投げる前だったらそのノック受けてたファーストで受けたりしますよ、うん。まあ、そうそうだよね、はい。何でもやだな今。そうです。あのさ、ちょっといろいろ話聞きたいんだけど、メジャーなんで行ったの。あ、そこ行きますよ。いや、そこ行くんだよ。いや、メジャーのことって行くのはいいけど、どんな向こうで生活してるとかあんまり知らない人が多いんだよね。例えば飛行機がどうだ、移動がどうだとか、はい、球場行くのはどうなんだっていう、はい、だからそういうのはどうなんだっていう。あ、全然。まずなんで行ったの。まあ、ちょうど1996年日米野球で僕、田中幸雄さんの代役で行ったんですよ。うん、知ってるよ。で、その時にペドロ・マルティネスがいたり、うん、シリムがいたり、エーロッドがいたり、うん、出だしぐらいの、うん、そうそうたるメンバーで、なんかそれがすごい楽しくて、初めは、うん、で、イチローさんが行かれたり、うん、新庄さん、秀樹さんが行かれたりして、いつか、まあ、まあ、それだけの、すごい選手たちが集まるので、うん、身体能力もすごいじゃないですか、うん、僕も自分なりに多少身体能力も自信があったので、うん、負ける気はしなかったでしょ。ちょっとすごいね、その要は全世界からすごい身体能力が集まってくるわけじゃないですか、うん、いっぺん試してみたいなって思いまして、そメジャーに違います。メジャーに憧れ、こっちです。メジャーに憧れ、ドーン生きてきたね今。はい。メジャーに憧れというよりも、もうどれだけすごい世界なのかっていうのを経験しまして。実際行ってすごさ感じた。あ、すごかったですね。何が一番すごいって感じた。まあ、本当に自分よりも大きい選手が、自分より足速いし。速いのいた。いましたね。あ、そう。やっぱりちょっと僕たちが小さい時からしてた野球とはもう全く。やっぱそのね、ここから先の使い方でも、うん、僕なりにも多少強いと思ってたんで、うん、あ、これすごい。じゃあちょうどアトランタにいたファーカルっていう選手が、うん、その前年の年に新人を取って、はい、でこう肩がすごい方だっていうのを聞いてたんですけど、実際見てないんで、どんなにすごいのかなって見た瞬間びっくりして、初めえ、こんなに肩強いのと。マジで、はい、本当強いと思いました。いや、日本を代表する三拍子揃ってる選手だったらね、うん、はい、肩強い、足強いね、うん、体も強い、ね、いや、私もそれはもう存じ上げてますから、はい、じゃあ想像絶するような感じだった。絶するってのは力でも当然ね、パワーで勝てない、勝てるわけないじゃないですか、うん、だからまあ自分なりにやっぱスピードで勝負しないといけないなっていうのも感じましたし、うん、多少気持ち体を絞ったりしてちょっと走る方をメインでって思う、やっぱ何か一つ勝てるものがないと考えますと、うん、まあ、全部を勝とうってしまえば結構厳しいなと思ったので、うん、まあ、そのスピードであったり盗塁であったりそこで勝負していくしかないのかなっていうふうには感じました、うん、でもやっぱ頭使うよな。そうです、ね、やっぱ何かこう強みを、はい、持たないと、持たないとやっぱりね、こうプレゼントで行って、うん、
あの世界に行くってことはやっぱある意味極端だと助っ人で行くわけじゃないですか、逆に。そうだね、何か一つ勝つもんを持っとかないとやっぱ勝負にならないなっていうふうにやっぱり1年目終わった時にすごい感じましたね。向こう行ってたさ、どんな生活してるの？普通ですもん、本当球場の行き来です。それだけ？それ車で自分の？自分の車で行ってましたね。で休み日もまあちょっと街出たりはしますけど。家族も来てた？家族も行ってました。あ、でもそういう心の支えになったでしょ？なりましたね。あれ一人だったらどうした？一人だったらどうしましたかね。通訳つけた？あ、通訳入ってきました。でも通訳とばっかりじゃな、トレーナーの方もいてるわけじゃなかったし、うん、家族いて、まあ、帰れるね、あるっていうのは非常に心強かったですし、うん、メッツの時もブーイングも強烈でしたから。まあそうだよね。実際ニューヨークに住んだのは1年ぐらいだったんですよ、うん、でオフシーズンって、まあ、日本に帰ったりアメリカに早く来て、まあ、自主トレしようと思うんですけど、うん、ニューヨーク寒すぎて、する場所がなかったので。そうだよね、寒いよね、北海道みたいな。ちょっと拠点を変えようという話になって、でロスに移動したんです。家族は、で単身でコロラド行った時、それ行く時にも家族も早くからロスに行って、僕はコロラドで単身で行って、でも寂しくなかったし、でやっぱ孤独感ってあるでしょやっぱり。でもコロラド行った時はちょうどトッド・ヘルトンというファーストとかすごい選手がいたんですけど、まあ、そのチームのメインの選手か、はい、僕はウィンターリーグに行った時に一緒のチームだったんです、で覚えててくれて、はい、なんかこう入りやすかったです。あ、そう、はい、言葉できた？できないですでもなんとかなるもんな。まあその普通の野球の言葉であれば大丈夫ですし。でもさ、いつもこうやってさ、はい、日本語で喋ってる仲間たちが周りにいないわけじゃない。でやっぱこう ね、孤独感ってなかった？まあ、でもなかったですね。あ、それは何、向こうがウェルカムなの？ウェルカムしてもらってたと思ってますし、自分なりに、でもニューヨークでも、まあ、デイビッド・ナイトであったり、レイエスであったり、結構その、あとジョー・マークウィングって言って、まあ、すごいニューヨークでお世話してくれます、常に気にかけてくれて、あ、そう、その部屋に来てくれたり、飯行こうぜとか、で、まあ、デイビッド・ナイトがちょっと出だしぐらいの時にいつも一緒に行ってたんですよ、まあ、そういうふうにこう、ね、そういう選手がいて本当にもう恵まれてたなっていうふうに感じましたし、食べ物とかも、ね、まあ、全然大丈夫です、まあ、記者の方もはじめ結構ご飯屋さんも紹介してくれたので、はい、まあ、ほとんどがなんか日本食になるんですけど、だからもうメジャーなんで夜中の3時ぐらいに着く時あるわけですよ。まあそれそうだよね、はい、そういう時とか前もって電話しとくとホテルに弁当を届けてくれたりしてくれてたので、まあ、その食の方でも問題なく、皆さんの協力のもとやらせてもらってました、はい、いやそれでまあメジャーでいろいろ経験して苦労して、はい、で日本に帰る決断をした、はい、いろんな球団がオファーあったでしょ。そして何球団かお話をいただきましたね。何球団？3ついただきました。それ楽天を選んだっていうのはこのライオンズの夜にも来て聞くのもなんなんだけど、でもちょっとすごい意外だったね。なんでなの？一番最初に来てもらいました、本当にそれがそうなの？はい、だから僕メッツ行ったもうメッツが一番最初に来てくれました。あ、そうなの？でちょうど僕もその西海岸とかっていう、ね、お話もあったんですけど、まずそのちょうどガルシア・パーラーがカリフォルニア出身なんですよ、でボストンからそのカリフォルニアに帰ってくるんじゃないかっていうことで、まずそれが先なんですよ、それが取れる取れないでは、もしかしたら僕にこうお話が来るかもわからなかったっていう話はエージェントから聞いてましたけど、でメッツは最初から最後までずっと初め来てくれたんです。本当そうなんです。もうだからもう最初に誠意を見せた人に対してそこ行きたいなって思ってたの。行きたい、はい、でも楽天って、まあ、言えば縁もゆかりもほとんどない場所だったじゃないですか。本当にその仙台に行くってなると、まあ、ちょうど、まあ、西武に行った時にはオリックスであったり、はい、ロッテちょっと小坂さんがおられたので、その時だから2年に1度ぐらい宮城球場でしたっけ、はい、当時そこでは試合はしてたぐらいですよね、そうですね。その時僕はアメリカ行ってから楽天ができましたし、でも、いやでもね、ライオンズを敵にするチームになるわけじゃない、それなんかこう非常に嫌じゃなかった？そうですね、やっぱりでも自分がこうフルエージェントで出ていった人間でしたから、もう帰れないっていう思いがあった、帰れないっていう、まあ、それぐらいの気持ちを持って出ないとっていう気持ちもありましたし、でもこうね、またセーブ、まあその、まあ、今メットライブです、その時そうセーブドームでまた試合ができるってなると楽しかったですし、楽しかった楽天時代は。楽しかったです。
もうそう、はい、まあ、優勝も経験したしね、リーグ優勝日本一もありましたからね。本当だよ、ね、だからそうで、星野さんもちょうど日本一が多分初めてで、はい、そうそう、僕も初めてだ、はい、あ、そうなの、はい、まあ、優勝はあの経験はあるんですけど、うん、日本一になったっていうのがちょうどその初めてだったので、あのビールかきのタンクトップ姿はみんななんかもう、いや、それが忘れられないっていうわけよ。あんなねことするなんて、もでもそれぐらい本当嬉しかったです。でちょうど、いや、もう一回やってほしいよね、これでね。いや、本当そうですね。いや、監督じゃなかったら絶対やらしてるけど、あの姿がもう一回見たいですよ。そうだ、あれはね、はい、ちょうどね、藤田和也とかがね、はい、プレゼントしてくれたんです。あ、そうなんですか。ビールかけ和夫さん来てくださいって言われたんで、よかった、来るわって言って、僕来てくれました。